それでは YouTube のカバー画像ですね。チャンネルアートの作り方解説していきたいと思います。こちらが僕の YouTube チャンネルの、トップ画面になるんですけども、この上のところに表示されているのが YouTube のカバー画像、チャンネルアートですね。で、こちらに関してもですね、Canva で作ることができるので、そのやり方ですね、解説していきたいと思います。ただ、普通のですね、Canva の例えばテンプレートを使ってね、デザインをいじるとかっていう形よりもちょっとトリッキーな感じになるので、そのあたりも含めてですね、解説していきたいと思います。まずは、Canva のトップページに行きまして、そこで、YouTube というふうにですね、検索してほしいんですが、このように YouTube というふうに入力するといろいろ出てくるんですね。で、日本語バージョンの場合だと、この中にあるチャンネルアート、というものが、この YouTube のですね、カバー画像に当たるものです。もし英語バージョン使われている方はですね、YouTube バナーっていうものがあるので、それがですね、この今回の使うテンプレートになります。で、僕はもうすでにね、デザインが作ってあるので、ちょっと今回はですね、これをベースにやっていきたいと思うんですけど、この、テンプレートのサイズもさっきの、表示されていたチャンネルアートというものを使って作成しているので、サイズとしては一緒になります。で、おそらくですね、この Canva の YouTube のチャンネルアートを使って YouTube のバナーを作ろうとした人は、おそらくですね、うまくここのですね、表示欄にフィットしなかったっていう経験があると思うんですよ。実はこれがちょっとですね、Canva のトリッキーなところで、例えば Facebook とかね、Instagram とか、それ以外の、いろんなバナーとかね、カバー画像とかっていうのは、テンプレートがあって、で、そのサイズに従ってですね、デザインを作っていけば、勝手にですね、サイズが最適化されて、うまくこうフィットするような形になると思うんですけど、実はですね、この YouTube の、ヘッダー画像ですね、いわゆるカバー画像と呼ばれるもの、ここの部分、ここはですね、実は、このテンプレートのサイズとマッチしてないんですよね。今僕はもうすでに作ったこのサンプルのデザインを見てもらったらわかると思うんですけど、この全体がですね、テンプレートの寸法になるんですけど、デザインが中心部にですね、収まってると思うんですよ。この、周りの部分ですね、これはもうほぼ余白で、何も表示されてないと思うんですが、つまりこういうことなんですよね。このテンプレートの寸法に合わせてデザインを作ってしまうと、うまくここのですね、ヘッダーの部分に収まらないんですよ。その自分の作ったデザインが。なので、これがちょっとトリッキーだなということですね。なので、そのやり方についてですね、今から解説していきたいと思うんですが、実は、この、表示する部分というのはもう寸法が決まってるんですね。で、その寸法からまずは解説していきたいと思いますけども、まず、最初にやることはですね、この素材というところ、ここをクリックして図形ですね。この四角い図形をクリックしてください。で、まず1個目なんですけど、この図形を拡大していくような形になるんですが、こう引っ張っていって、で、幅が1546。1546まで、伸ばしてください。1546。1546ですね。で、高さが423。423。若干高いですけど、425ぐらいにしときましょうか。ちょっとうまくできないので。で、このサイズができたら、今度はこれをですね、ちょうどこの真ん中に持ってくるんですね。このテンプレートの真ん中、こういうふうに線が出るので、これでこう、中心を探していくんですよ。そうすると、このキャンバの中心がどっかに出てくるはずなので、あれ、出ましたね。これはちょっとね、難しい作業なんですけど、この中心をですね、ちょっと手間がかかるんですが、見つけてもらって、この辺りですね。
に一つ、図形を配置します。ちょっと待ってくださいね。で、次はですね、もう一度この図形を挿入するんですが、今度ちょっと色を変えてください。まあ何色でも構わないので、色を変えてもらって、先ほどと同じくですね、図形を拡大していくんですけども、今度はですね、まあ、高さは一緒です。423なので、まあこれと同じ大きさですね。今回は423に収まりましたけど、423。で、幅が1855です。1855。細かいのがあれなんで、1854にしておきましょうか。これ2つ重ねてください、こういう感じで。これ真ん中ですね。こういうふうにできたら2つ重ねてもらって、次はですね、この図形を透過してほしいんですね。こういう感じで透過してもらって、で、今度はこの図形も同じように透過すると。これ何をしてるかというとですね、今寸法を測ってるんですね。まあもうわかるとは思うんですけども、この外側にある今黄色の透過された図形、これがタブレットで表示されるところの範囲を示したものです。で、内側のこの赤い部分、これはまあ全てのデバイスに表示されるんですけど、まあ、スマホにもこの部分は収まりますよっていうのが、この内側の赤い四角になります。なので、これ今何をね、1546×423とか、1855×423って言ったのは、このスマホタブレットのサイズを測ってたんですね。で、こんな感じで、ちょうどこのテンプレートの真ん中に図形を2つ配置してもらって、これで寸法を取るんですが、その後にこのファイルっていうところを開いてもらって、定規とガイドっていうのがあるので、これを挿入するんですね。別の講義でこの定規とガイドっていうのはもうすでにね、使い方を説明したと思うんで、詳しくはそっちを見てほしいんですけど、この定規とガイドを使ってですね、こういう感じで測っていくんですね、寸法。これちょっと上の画像のですね、定規とガイドも入っちゃってるんで、今もうすでにこんな感じになってますけど、こうですね。で、今度は上。こういう感じで、まあ、この定規とガイドって何かっていうと、まあ、こういう感じで線を引いておくとですね、もうあとはこの四角を消しても線が残るんですね。で、今回はこの範囲内に収めてくださいってことですね。これちょっと上の定規が邪魔になっちゃってるんで、消しますけど。ちょっとこんな感じで、やっていきたいと思いますね。で、この内側の部分、ここがスマホです。で、ここの線まで、ここまでがこの外側ですね。これがタブレットが表示される部分。で、それよりも外側、ここの部分はパソコンで表示される部分ですね。で、この真ん中の狭い部分は共通で表示されるので、ここの部分にその自分の入れたいものを入れていくというような形ですね。で、今回はちょっとね、もうすでに素材が入ってるので、どんどんサクサクですね、挿入していきたいと思うんですけど、まあ、ちょっとこの上のやつはそのままコピーしましょうか。こんな感じで、もうちょっと配置は適当にね、しますけど、こういう感じで、どん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 。枠内に収まるように配置していってもらって、こんな感じで、
グループでね、グループ化してまとめてやっちゃってもいいんですけど、ちょっと今回グループ化してないので、ちょっとレイアウトが上のやつが崩れるのが嫌なので、個別にこういうふうにね、コピペしてますけど、本来はこれグループ化してまとめて1個にね、コピーしちゃう方が早いので、まあ、もし急ぐ場合はそういうふうにね、してほしいんですけど、あとはちょっと細かいところまでこだわって、ロゴとかもね、入れていきたいと思いますけど、まあ、ロゴとかね、サンプルを作ってもなくてもいいんですけど、まあ、こんな感じで、どんどんこう、まあ、こんな感じで入れていってほしいんですね。まあ一緒に、上のね、デザインと一緒にしていきますね。で、まあこの人物の部分、切り抜きですね。どうやって背景を透過するのかとか、あとはこの縁取りですね。白い部分の作り方に関しては僕の別の講義動画があるので、そちらをですね、見ていただければと思います。で、これで一応ですね、YouTube バナーの完成なんですけども、この下のですね、バナーと上を比べると、ここにですね、こちらもおすすめっていう文字と矢印が入ってると思うんですね。下は入ってないんですよ。で、これ何かっていうと、これ今パソコン画面なんですけど、パソコン画面で表示すると、こういうような形でバナーが出てくるんですね。そうすると、このバナーの下のところにですね、自分の例えばウェブサイトとか、ブログとか、フェイスブックのね、とか、いろいろこうリンクが貼れるようになってて、ここにこうアイコンが表示されるんですね。で、これをまあクリックしてくださいよっていう形で、こちらもおすすめっていうの言葉と、まあ矢印を挿入しているわけなんですが、これはまあパソコンバージョンしか表示されないので、実際これスマホとかで見ると、ここまでしか見えません。なんで別になくてもいいんですけど、なんかちょっと空白が寂しかったりとかね、するんで、こんな感じで入れてみたんですが、この辺はお任せします。なので、ちょうど場所的にはこのエリアですね。タブレットの外側。ここに入っちゃうと切れてしまうので、途中で。タブレットで見てる人がなんか文字が途中で切れちゃったりして見にくいので、タブレットのところには入れずに、この外側のところに文字を打ち込んで、あと矢印を入れると。高さ的にはこれぐらいですね。もうちょっと低いと、このアイコンに隠れちゃうんですね、さっきの。これ。だからこれもうちょっと低いと、この辺に文字が来て、ここに矢印が来るみたいな感じで、隠れちゃうんですよ。で、これ今このカメラマーク出てますけど、これはこの僕がここのページの管理人だからカメラマークが出てるだけで、普通の一般の視聴者の人はこれ出てこないんで、別にこの文字が隠れてる分は特に問題ないんですけど、まあこんな感じで、ちょうどいい高さに設定してもらって、あとはダウンロードですね。まあ、PNG ファイルでも JPEG ファイルでも何でもいいんですけど、ダウンロードしてもらうという形です。以上が YouTube のですね、チャンネルアート、カバー画像の作り方の解説になります。ちょっと、他のテンプレートと違ってね、若干トリッキーなので、最初は困惑するかもしれないんですけど、まあ、このやり方をやってもらえればね、まあ、簡単に作れるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ試してみてください。